ですね、12月に私たちが出場予定でありますメディア対抗ロードスター4時間耐久レースで監督を務めていただきますテリーさんに、はい、サーキットというものがどういうものなのかというものを知っていただくために、うん、体感していただくためにですね、土屋さん指導のもと、うん、こちら、富士スピードウェイのショートサーキットを体験していただこうと思っております。うん、もう体験しなくていいんじゃないの。何言ってるの。もう見たからね、え監督なんだから。監督だからやっぱこうコース知らなくてどうするの。車を知らなくて危険があってはいけませんし、うん、ちょっとあの土屋さんにコツなどを含めて教えていただこうかなと。はいはい、お願いします。アチャルコースのそうそうコース図ありますよ ね、 ですね、はい、ここはねショートコース、うん、はい、ね、今ここにいますピット横。なるほど、ね、今これ最終コーナーでストレート、うん、最終コーナー2速、3速、4速入るかな。でこれ1コーナーね、うん、1コーナー入って2コーナーでここが2速で3コーナーヘアピンなの、うん、ブレーキングするでしょ、うん、3速にスタートはどうですか。んスタートスタートスタートここってことはもういきなりピットから出ます。こっち行くんですか。そうそう、まっすぐピットから出ます。こっちなくて人の話聞いてるね。ピットから出ます、うん、出ます。こっち行くのね。ね、はい、大回りして、はい、こう行きます。こっからコースになる。はい、で、こう回って最終コーナーからストレート、2速、3速、4速入るかな。で、うん、こっちは使わないの。今度こっち行くんだ。ここ。こっち。これ1コーナーね。うん、1コーナー。1コーナーってそこだからね。その信号の先。はいはいはい、ね、はいはい、まっすぐ行かないでよ。はい、曲がる1コーナー曲がる、うん、2コーナー曲がる、うん、で3コーナーはヘアピン、はい、こっから上り、うん、これずーっと下りずーっと下り、はい、こっから上るから、うん、2速3速4速3速でいいかな、うん、でここで上のストレートに出る、はい、ここでストレート行ってバックストレートから最終コーナー、うん、ここが一番気合い入れるポイントっていうのはどこですか。1コーナースピードが出てるからブレーキングしてから1コーナー入ってくから、そこでこうバランスが崩れる。ここですね。ここですよ。だからその信号の先行ってみる。はい、なんかドキドキしてきた。最終コーナーから下ってるでしょ。あ、本当だ、はいはい、坂道だ。最終コーナーから下って2速、3速、まあ、4速まで入ってもいいんだけど、この赤いの過ぎたらブレーキングして、あ、うん、であ、これはもうパイロンがありますね。そうそうそう、間違いないね。間違いない。ブレーキ、赤いパイロンからブレーキングする、で3速に落とす、左1コーナー、2コーナー、3コーナーから登ってそっちの上のコーナーね、はい、っていう感じ。まずはじゃあコースの下見行きますか。そうですね、ね、はい、そうしましょう。土屋さんに乗っていただいて、じゃあ下見行きます。はい、お願いします。はい、コースの下見行ってみたいと思います。マニュアル久しぶりでしょ。おお、いや、もう全然ね、そうですよね。これが富士スピードウェイのショートコースです。いや、これブルーだから行っていいってことですね。 OK です。でこれがピットロードアウトのラインですね。最初のやつですね。はい、はい、ここから上がります。上りです。はい、登ってこっち行くんですね。こっちです。はい、ですね、はい、これがインフィールドです。おー、面白いコースね。面白いでしょ。あ、面白いコース。これで最終コーナーです。ここは何速ですか。これはだから2速ですよね。2速です。あ、これね、で2速を出して、ここが直進ですね。そうです。ここから3速4速入るかな。ここでもう一回2速に戻す。でこっちですか。こっちですね。3速のままでいいですね。これずっと3速ですね。おー、でここで2速で、はい、で上りでずっと行って、ここで3速ですね。3速で3でずっと行けますね。
然しませんよ。はい。で、ここで二足。はい、二足に落として最終コーナー。で、ストレートで三足。喜んでいらっしゃいましたよ。いや、喜んでないです。喜んでたじゃない。いや、でもね、さすがですよね。ありがとうございます。1コーナー喜んでたじゃない。ヒューとか言って最初はね。本気出さる、ちょっと最後本気出してます。怖いです。ありがとうございます。じゃあテリーさんね、走ってみましょう。はい、いや、本当テリーさん頑張って。審査委員長、審査委員長頑張ります。スピード速いですか。ほら、ロッカルの 2.4 リッターエンジン乗り換えますよ。この今、3足。気軽に言って。あれ怖いじゃないですか、これ。マジ怖かった。これはね、2足ここもいいよ、入ってる。2足でうーん、こっち、こっちって行って、はい、はい、踏んでて、大丈夫、全然、じわーっと切って、こっちもじわーっと切って、じわーっと戻す。ブレーキング2足だよ。4足だよ今の。ギアが分かったから。これは2足ですね。2足、ここは2足の上で2足。3足、右コーナーじわーっと切って一定にして、はい、左もじわーっと切ってく、で戻してく、ずーっと行って、まだ、はい、2足、おいい感じ、4足、ブレーキング3速に落とす。あ、こっち。すいません。よかったよかった。どうでした。面白い、とても面白い。もう審査委員長面白い。どうでした。すごい走り。あのね、こっちが2速だ3速だって言うでしょ、2速から5速に入れてんだよね。だからそれ5速って言うと3人ももう一回入れるんだけど、これいくつだったんですか。50秒9、早いじゃん。いいですか。1分20秒9ですよ。早いね。いや、結構スピード速かったですもん。早い、全然速い。これを知ってから、ロードスターレース監督やるとさ、俺ね、毎週来るかもわかんない。そうでしょ、ね、いや、本当にね、いや、やばい。だってテリーさん、なかなか終わらないなと思って見てたんですよ。面白いと、楽しそうだ。あと、土屋さんのアドバイスがうまい。なるほど。ここはじわっといけとか言うんですけども、最初はじわの意味が分かんなかったわけ、と3回目、そうか、意味が、このじわはアクセルをじわっとやって、でね、そう本当にね、すごい。土屋さんのアドバイスが本当にすごい。面白かった。ね、面白かったよね。よかった。私マジ怖いですもん。え、やばい、吐くかも。一周乗せてやろうか。でも、あー、一周ドリフトしてやろうか。
行ってこい行ってこい。え、でも一周、すいません、一周ですよ。6周やりたいって。絶対一周でお願いします。ダメだよ、6周だよ、6周。唐揚げ吐くもん。ダメ、6周。私絶対唐揚げ吐くもん。え、絶対一周ですよ、すいません、一周でお願いしますね。オッケー。やばい、どうしよう。まあまあ、かましちゃってくださいよ。すごすぎる。もうね、どっちでも男の足見せてくださいよ。やばい、どうしよう。もう、あの、おしっこ滑らしてやってください。どうしよう。どっちでもパーパーだね。頼むよ。やばい、やばい、やばい。面白いでしょ。やっぱりあれあれあれ知るよ。あれ死ぬよ。あれ絶対死んでる。もうね、多分吉武さん死んでると思うよ。うわあ、もう絶対もうね、口からね、唐揚げ全部出てます。あれはすごい、もういいの、面白い、ね、面白いでしょ。体が浮いてる、もう多分ね、完全に、ね、パンツ濡れてます。これが俺は仕事だね。仕事で仕事なんて、これが俺の仕事だ。こんなとこに生きてきたんですか。そう、普段こんなことしてるの。普段こんなことしてるの。面白いな。普段これが仕事。楽しいでしょ。ねえ。大変喜んでいただけてるんです。まあ、もっとやってんじゃないの。もう10周ぐらい。辻屋さんの仕事って何なんですか。やばくないですか。これ仕事にしてるのやばくない。大変喜んでいただけたようです。足浮いてる、浮いてる。手が浮いてます。どうだった。なんかちょうどシートベルトのありがたさを感じて。すごいでしょ。なんかでもやっぱりなんか本当考えて走ってらっしゃるっていうのが当たり前なんですけど、なんか走りになんか横に座ってて感じるっていうか。怖くなかった？ドリフト。いや、怖さはないよね。怖さはちょっとなんか逆に通り越して、あの当たり前なんですけど、うますぎてなんか安心感は確かにあるんですよ。あ、なるほど。めっちゃ喜んでましたよ。めっちゃ喜んでましたよ、本当に。感情がなんか振り切れて笑っちゃったんですよ。すいませんって。やっぱこの GR86 ってこのくらいレベルが高い車だ。そうですね。いや、僕もさっきあそこのとこでこの最後のところで滑って、いや、そのとこでそう思いっきりやっても全然平気でしたもんね。あ、そうか、こうでできるんだと思ったからね。だから本当レベルの高い車、GR86。 すごい経験させて、面白い。いい車だとここまでできるんですよ。なるほど。車の話、番組 YouTube では